こんにちは、コミュニケーショントレーナーの高野文夫です。今日もお聞きいただいてありがとうございます。今日は4月30日月曜日、4月度の最終日にあたります。発信15回目、英語と日本語で発信してますので、足しますと30回。今月もですね、お約束通り2日おきに英語と日本語で発信したことになります。今日はですね、私の好きなこの三番瀬、行徳と浦安がの海ですね、三番瀬から発信いたします。ちょっと回しますね。ここはですね、発送センターの拠点になってますので、トラックの音がうるさくてすいません。勘弁してください。トラックの音がうるさいです。いつもですね、コミュニケーション上のキーポイントを一つお届けしていますが、今日もですね、今日のテーマはですね、大概世の中で成功している人はファーストインプレッション、第一印象がいいです。私はですね、ドイツを皮切りにアメリカ、イギリス、アジアのいろいろな国の企業に勤めました。トップのですね、社長さんと直接レポーティングしてましたから、いろいろなお付き合いがありましたが、世界企業のですね、トップになるような人たちの第一印象はですね、多分苦労してご自身の型を身につけたんでしょうね。素晴らしいものがあります。はい、高野、 This is Richard とかですね、いやー、エドワーズ、Thank you for your coming とかですね、電話しますとですね、 Hello, this is 高野 Richard, Thank you for your calling。 もう芸人のようにですね、ご自身の型を持ってます。いい感じを与えます。大概そういう人がですね、多国籍企業の社長をやってましたね。一方ですね、うだつの上がらないという言葉がありますが、いつもですね、うまくいかない、あるいは下積みの人生で終わるような人の第一印象、ファーストインプレッションはですね、大概暗いです。大概暗い、例は悪いですけれども、ゴキブリのですね、30ワーストポイントはですね、ジメジメしてて暗くて、ゴキブリは一切さえずらない、さえずりがない、コオロギのようにですね、チンチロリン、チンチロリン、こんにちはって歌った日にはですね、ゴキブリもあんなに嫌われなかったと思うんですが、はい、結論です。世の中でうまくいっている、世界企業の社長に上り詰めるような人の第一印象は実に明るいです。実に明るい。いかに我々がですね、第一印象を大切にすべきかというお話でした。今日もお聞きいただいてありがとうございました。